ショットガン登場ってことで今回はレンジャーショットガンをご紹介。まずは連射で押さえてほしい3つの特徴。その1、高威力。最低レアのコモンでもドーダム3桁はマジでヤバい。ただ、ヘッショ倍率はあまり高くない。続いてその2、高い集団率。レティクルがかなり小さくて敵が離れてもそこそこダメージを出せちゃう。金なら 25m 離れてもこんだけダメージ出るのよ。マジかよ。そしてその3、一発ごとにリロードが必要。マガジンサイズがなんと1なんで撃つごとにリロードを挟むわけ。めんどい。で、この武器を使う上での注意点、それは低レアでは連射率が悪くなるってこと。他の武器と同じくレア度が下がるごとにリロード速度は遅くなるんだけど、単発リロードだからこれが連射率に直結するわけ。近連射ならストポンとほぼほぼ同程度の連射ができるんだけど、白連射は撃滅に遅い。これ一発外したらマジで命取りだろう。なんでサブマと併用して弱点をフォローしてやってくれ。